遥か昔、闇の神と光の神との対戦をこれり、闇の神々幾百もの竜王を放ちたる。竜王ドラゴンロード、不死なる神々を喰らう魔獣なり。中立の神々、南の大地へ逃げ延びん。神なる肉体を捨て、不滅の魂を獣に封印し、神獣とならん。神獣を結界と周期を定め、外界との交わりを断つ。完全なる世界を築かんため、その閉じられし異界の大地、クリスタニアと称せられん。みんな死に絶えている。かわいそうな子供たちじゃ、ほんじ哀れな。おばば、ほんにむごいことじゃ。根性に来ちまうと、瞬間移動の魔法には人数が多すぎた。大丈夫ですか？もう歩く体力もない。キリム、お前見たのか？見たんだな、あの風景を。キリムもいたね。キリムが死んでいく間に三人で同じもの見たんだ。一緒に、一緒に。神様ごめんなさい。僕やっぱり行きたいんです。何が使命だ。神が勝手に決めたことじゃないか。お兄ちゃん、そんな神なんか捨てちまえ。神殺しのドラゴンよ、もはや我を喰らうことはできぬ。
我こそは神王なり。バール、すぐ古の村へ帰れ。この先何が起こるかわからねえ。抜いた剣をリディアのために使え。オービル、バール、行ってくれ。ナセルさん、皆さんご無事で。とにかく城内へ連れて行こう。アービル、ここだよ。私ここにいるよ。ライファン、やったな。アデリシア様も無事だよ。やったね、オービル。アデリシア様。エドン、みんな。アービル、ライファン。クイルだ。おてんばめ、大丈夫かライファン。平気平気。レイドン様、ご無事で。クイルド、アデリシア様、なんとか戻ってこられました。相変わらず食欲だけか。神殺しのドラゴンなどバルバス様の相手ではないわ。なぜに、ぬわあ、世界は思考神である世が支配する。世が唯一神、絶対神になるのだ。裏から中へ。フェイドー様、城内で落ち合いましょう。わかった。さあ、アデリシア様、あなたも一緒に。いらぬ、我が混沌を逃がさぬ。あなたは怪我をなさっています。こいつは置いていきます。しかし、先に行け。オービル、行け。わかった。お主、生きていたか。暇そうだな。神王となられたあの方には我らとて無用。いや、以前からそうだったのだろう。寂しい話だ。しかし最後にお主と会えたのは我が幸運。それはどうかな。我らが肉体を捨てた元凶のドラゴンロードがああもたやすく撃たれるとは。クリスタニアから脱出するべきだ。フージーの愚虚は失敗に終わり、
周期は守られた。つまらんことにいつまでこだわっているフェネス。なぜ民に対しあのようなひどい仕打ちを。ひどい何時らも周期という神の力を見せつけてきたではないか。しかしバルバス、あなたのやり方は。おお、これはこれは、フージー、周期より民たちを解き放ち、クリスタニアをいち早く離脱したのはそなたであったな。この世に存在する神は一柱だけでよい。ふん、それは我なり。何ということを。クリスタニアはどうなる。次は誰の番かな。誰だ。シェール。レイドンか。どうしてこんなところに。お前こそバルバスか。お前の知ったことじゃない。ユーフ、行くぞ。でも。こいつらは何でもない。おい、シェール、待てよ。君がこんなところにいるってことはアシュラム王か。あの。構うな。お友達ならシェールさんを止めてください。混沌海へ行こうとしているんです。でも混沌海は今危険なんです。混沌海、本当なのか。ユーフ、行くぞ。シェールさん。俺も混沌海へ行く。何を。レーダー。俺は許さない。私は止めてください。と自分勝手な都合で人間の精子を持て遊ぶなんて絶対に認めない。神がなんだ。真珠王にとって代わり、バルバスが人を支配するというならバルバスと戦う。だから君の陛下、アシュラム王の力を俺に貸してくれ。ユーフ、行くぞ。嫌です。なんだと。危険なんです。もうどなたも導くことはできません。ユーフ。お前でなければできないことなのだ。ユーフ、頼む。混沌海に入ると、様々な混沌があなた方を襲ってきます。けれども、それはすべて幻。決して心を惑わされてはいけません。混沌海で心を乱したら最後、さまよう魂となってしまいます。そうしたら、二度と肉体には戻れなくなります。いいですか。決して忘れないでください。では。レイドン、一緒に行くことを許してはいない。俺は行く。そう言うと思っていた。キリム、必ず戻ってくる。それまでナーセルを見てやってくれ。ダメだよ。お前を一人ぼっちにさせたりはしない。これから一緒に暮らしていくんだな、キリム。ベート。小賢しいマネオ、今さらどこへ行こうというのだ。スマーシュ。
俺の弱さだ。動揺してはいけません。いけません。レドニーさん！どうした、キリム？私行く。何を言う？どうしてもレド兄ちゃんに伝えないと。イリムもそう思っている。イリムも？レイドン様、あ、これは、レイドン様は混沌界へ行った。無駄だ。もう終わりだ。300年待ち続けて、でももう待たなくていいんだ。私は自由だ。消えろ。お前の本心だろう。私はずっと待っていた。違う、お前は。
わよ。変な運命に生まれてきたけど、全然不幸なんかじゃないのよ。ビリも私も精一杯来たんだもの。キリ、それを言うために。お兄ちゃん気にしてるみたいだったから。精一杯生きたんだ。大地と共にいろんなものの力を借りて。身を隠せば逃れられるとでも思ったか。ん？フォルティノよ。レスフェーン、どうした？もう逃げぬのか？他の者はどうなんだ？ん？キャツロ、いつの間に。お前たちはもうしばらく生きながらえさせてやろう。ここだけなんでこんなに。誰だろう。ベルド皇帝だ。陛下が唯一戦って敗れたベルド皇帝。ジェル、ここにいたのか。無事だったようだな、レイドン。ああ、このキリムに助けられて。ベルド皇帝とは何者なんだ。陛下が最も倒したいと思い、そして敬愛した王だ。それじゃあここは何だ。多分この城は陛下の記憶が積み重なったのだろう。ユーフが言っていた、陛下が混沌に流されまいと築き上げた心の城だと。心の城。陛下の生きることに対する貪欲さが襲ってきた混沌を逆に身を守る城壁に変えていったのかもしれない。なんという強さだ。その強き魂が宿る器だからこそバルバスは陛下にこだわっているんだ。で、アシュラム王はどこに。わからん。混沌に飲み込まれる。
きなさい。私の声を。私の民は皆滅ぼされ、残ったのはあなた一人。ユウ、私の声に集いなさい。ユウ。ここは北の呪われた島ではありません。クリスタニアなのです。あの若者、見たような。そうです、あの若者はレイド、共にバルバスと戦った仲間です。バルバスと陛下。うわ、お兄ちゃん、レイドお兄ちゃん、来るな。こんな奴らに好き勝手にさせて黙るか。俺たち人間は大地の下でみんな自由に生きるんだ。おざけ。貴様の魂混沌に流してくれる。その若者から手を離せ。何？貴様はベルト皇帝ではない、バルバスタ。アシュラム、思い出された。貴様には負け、バルバス。おとなしく混沌に流されればよいもの。陛下。さすが我が見込んだ人間よ、アシュラム。しかし混沌界から出ることはできん。アデリシア様、どうしたの？クラン、バルバスが。戻ってきやがった。混沌輪はそこから。アシュラム、クリスタニアごと消し去ってくれ。サリアよ、大地もろとも消え去れ。ハービル、バカ野郎。ユーフがいないなんて。つまり
我らを現世に導いてくれる者がいないということか。ならば自力で脱出する手段を探すまで。そうだ、バルバスが混沌輪を破壊してしまう前にここから抜け出さなければ。猶予はありません。何？私はレスフェイ、胡蝶の民を看護する神。じゃあユーフの。それではあなたが俺たちを現世に。私はバルバスの攻撃でその宿る肉体も魂も傷つき、あなた方を導くことはできません。私に代わってユーフがその役目を果たします。ユーフ？しかし彼女は私のせいで。ユーフよ、私の声のもとに集いなさい。お前、よし、これで戻れるぞ。お待ちしています。陛下がお戻りになるのを。ピロテース、これからもずっと。戻ろう、ピロテース。レード、無事だった。ユーフ、何をする？ユーフ、どういうことだ？陛下はまだ中だ。ユーフ、シリあなた、何を。ことり、ユーフ。貴様、アシュラムめ。バルバスよ、私の肉体を簡単に手に入れられると思うな。クリスタニアが内から崩れるとは皮肉なものだ。まだ崩れたわけではありません。仲間を失った以上、周期の機能も止まった。やり直せるか、クリスタニアは。可能性はなくなりはしません。それでは役目が済み次第戻ってくるがよい。私はクリスタニアから離脱した身。合議制を見直せと言ったのは何時ではなかったか。まだ決着が。いつでもつけられるって。何？隊長、隊長、隊長。レードンたちだ。結構礼儀も覚えたじゃん。バカ。キリム、急にどうした？大丈夫か？
ギリム。ギリム、大丈夫か。レイドンのお兄ちゃん。これは役目を果たさなくちゃ。役目って鍵のことならもう違うの。私には本来の役目があるの。ビーストチェンジか。でもこれからは一緒に死せる人々の魂を冥界に運ばなくては。私は最後の大白鳥の民だから。バカな、もうやめろ。神とか役目とか、自由に暮らそう、一緒に。でも周期の壊れた今、クリスタニアには多くの魂がさまよっているの。ダメだ、お前は一緒にいるんだ。私が自分でやりたいの。初めてそう思ったの。イリムやみんなのために、私のためにも。だからギリム、ありがとう、レドお兄ちゃん。ギリムー！レドお兄ちゃん、みんなに教えてあげて。クリスタニアのみんなに。クリスタニアのみんなに。生きる強さを、私やイリムに言ってくれたように、お願い。あ、レドン様！ギリムー！死んでいったたくさんの者たち、いつか俺も君たちのところへ行く。それまでは。さあみんな、砦へ戻ろう。はい、飲んでいこう。それ賛成。何言ってんのね、アデリシア様。皆さん本当にありがとうございました。いや、それほどでも。もう、みんなに言ったのよ。